つい美味しそうだったからたくさんパンを買っちゃったわ。特にここのカレーパンは絶品でずっとファンなのよね。そうだわ、天気もいいし外で食べましょう。ここなら景色も綺麗だしちょうどいいかも。ちょっとしたピクニック気分だわ。それじゃあいただきまーす。何かしら今の音、もしかしてモンスターの声？向こうから聞こえるわね。食べ物、お腹がペコペコで、もうダメ。よかったらこれ食べる？パンしかないけど。あ、いいんですか？しかもおでんパンじゃないですか。私これ大好きなんです。ああ、それね、新商品だからってパン屋の店長がおまけしてくれたのよ。奇抜な創作パンだと思ってたけど、ちゃんとファンがいるのね。おいしいの？って食べるのに夢中で聞いていないか。この食べっぷり、よっぽどお腹を空かせていたのね。せっかくだしこのカレーパンも食べる？ところであなた、こんな場所でお腹を空かせて遭難ってわけでもないわよね。一体何をしていたの？そうでした、私特別任務で人探しをしていたんでした。この辺りで。この声もしかして。早っ、もう見えなくなっちゃったわ。あの子今のスピードもだけど、あの制服にあの巨大な武器、もしかして。やっぱり強いけど、見つけたからには妄想モンスターを野ざらしになんかできない。私が倒さなきゃ。苦戦しているよね、助太刀するわ。あなた、さっきのどうしてここに？そうね、強いて言えばほっとくと一人で死にに行ってしまうような、そんな感じがしたからかな。とにかく加勢するわ。私が切り込むからあなたは援護して。はい、いい返事ね。じゃあ行こうよ。まずは牽制で。へい！車線上に入らないでって私言いませんでしたっけ？一言も言ってないわよ。そんなこと、前言撤回。あなたも私と一緒に突撃よ。はい、ゴッドイーター、状況を開始します。We'll be right back.
このターンで決めるわ。状況を開始します。初めて見る個体ね。あなたゴッドイーターって言ったかしら。はい、ラステーション防衛軍極東支部第一部隊所属のゴッドイーターです。確か極東支部には人機という敵を食らう武器を使う精鋭が配備されているのよね。あなたのような女の子がその隊員だなんて正直驚いたわ。え、人機のこと知っているんですか？もちろん、私はこの国の守護女神だもの。ラステーションのことは何でも知っているつもりよ。それにあなたの名前には聞き覚えがあるわ。期待の新人だって噂になっていたもの。あなたがノワール様？確かによく見れば式典やテレビで見たことがある顔かも。射線場に入ってきたとはいえ、私は自分の国の守護女神様を撃っちゃったってこと？ごめんなさい。いやいや、あなたが誤射したんでしょ。まあいいわ、無事にこのモンスターも倒せたことだし。そういえばあなたのその武器って倒したモンスターを食べてパワーを補うのよね。あ、そうだった。急いで捕食しなくちゃ。アバド、あいつを食べちゃって。キャッパイン。生きていたなんて。ごめんなさい。倒した後すぐに捕食していれば。あなただけの責任じゃないわ。まさかこの私が見誤るなんて。ってこんなところで後悔してても意味ないか。とにかく今は一旦町に戻りましょう。そうですね、私も隊長に報告しなきゃいけないですし。そういえばあなた人探しをしていたのよね。誰を探していたの？ノワール様です。え、私を？どういうことなの？女神様が教会から指名手配されるという異常としか言えない状況を見て、極東支部は私をノワール様の護衛として派遣したんです。本当は部隊丸ごと派遣したかったらしいんですが、国内の各所にあふれ出る妄想モンスターの侵攻から町を守るので手一杯で。けど安心してください、私が来たからにはもう安心です。それは助かるわ。では改めまして、ゴッドイーターです。本日現地僕付けで極東支部からノワール様の直営に配属になりました。よろしくお願いします。ラステーションの守護女神ブラックハートことノワールよ。これからよろしくね、ゴッドイーター。